オクテッドチャンネル。こんにちは、オクテッドメンズファッションチャンネルの林です。僕のチャンネルは自分の気に入ったアイテムやブランドコーディネートのアドバイスをねするチャンネルとなっております。今日もよろしくお願いします。今日はね、最近ね人気になってきたデニムのね話をちょっとさせていただこうかなというふうに思っております。まあ自分はねデニムが結構好きでずっとデニム履いてることが多いんですけれども、デニム、レザーシューズ、まあタイドアップだったりね、シャツとジャケットだったり、そういうね着こなしが多いんですが、まあ最近トレンドになってきてるのでそういう話をさせてもらおうと思うんですけど、まあ大きく言ってこう若い世代ね、20代の子たちが思ってることと僕たちアラフィフが思ってるデニムっていうのはちょっとね違うかもしれないんで、今ね今日オクテッドチャンネルでお話させてもらうのは僕たちのトレンドになってるデニムのねお話をさせていただこうかなっていうふうに思ってます。なぜデニムが人気になってるかっていうことなんですけど、僕はね理由はねちょっと2つあるかなっていうふうに思ってまして、一つはね自分のワードローブにねこう飽きてきたっていうことですね。ドレスパンツだったりチノだったりね、そういったものにこうちょっとねもうだんだん飽きてきちゃった、またはまあ同じようなことなんですけれども、ちょっとねワイド系のパンツあったと思うんですけれども、それ履いたらね意外にね似合わないってことですね。まあそういった感じで自分の持ってるワードローブからだんだんちょっと飽きてきてデニムに戻ってみたいなみたいなね、デニムちょっと挑戦してみたいなっていうことがね一つ。もう一つは僕はねこちらの方が理由としては多いんじゃないかなって思ってるんですけれども、デニムがすごく履きやすくなったってことですよね。数年前にねジーゼルからジョグデニムっていうこうスウェットのようなデニムが出たんですけれども、まあそこからねどん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 素材が進化していきまして、本当にねスウェットパンツ同様のデニム、履き心地が柔らかいデニムがねだんだん登場してきたっていうことですね。僕はねこの2つの理由でデニムがねこうグッとね勢いがついて伸びてるんじゃないかなっていうふうに思っています。オクテッドではねイタリアデニムを中心にこう展開していますので、まあ、イタリアデニムのね特徴もちょっとだけお話しすると、僕はねイタリアデニムの特徴はこういったね T シャツレーザーデニムみたいなね、ちょっとねこういったカジュアルな格好からシャツタイドアップジャケットデニムみたいなね、そういうこう振れ幅がね大きいと思うんですよね。スニーカーもいける、レザーシューズもいける、ジャケットも着れる、ブルゾンもいける、シャツもいける、 T シャツもいけるみたいなね、それね幅の広さ、これがイタリアデニムのね僕は最大の特徴じゃないかなっていうふうに思っています。そんなねイタリアデニムなんですけど、まあうちのねオクテッドで扱う中でね今年これがいいんじゃないかなっていうデニムをねちょっと4種類ご紹介させていただこうっていうふうに思うんですが、まあちょっとね着替えながら、お話しさせていただこうかなっていうふうに思ってるんですが、一つ目はリプレイのねハイパーフレックスっていうモデルですね。まあリプレイっていうブランド自体はご存知の方いるかもしれないですし、他のチャンネルではねちょっとあんまり紹介されないのかもしれないですけれども、僕たちね結構力入れてご紹介させてもらってるんですけれども、こちらのねリプレイのハイパーフレックス、これがね僕たちの中ではものすごい人気で、それなぜかっていうとめちゃくちゃ伸びるんですよね。縦横、まあ普通ねこう斜めに引っ張ると伸びるのは当たり前なんですけど、こういう横の伸びとね縦にも伸びるっていうね、縦横どちらにも伸びるっていうストレッチがね本当にこうすごいデニムなんですよね。こういったデニムもねちょっとカジュアルなんですけれども、もちろんね加工感もちゃんとありますので、こういったデニムじゃあちょっとね今から着替えてみますけれども、今ね僕が履いてるデニムっていうのがねこうヤコブ公園のデニムなんですけど、ちょっとね比べてもらったらいいかなっていうふうに思いますんで、これリプレイのハイパーフレックスですね。まあヤコブ公園とちょっとね比べてもらったらわかるかと思うんですけれども、かなりタイトですね。裾幅がかなり細くなってるんですけれども、さっきお伝えした通りこういった感じでストレッチがめちゃくちゃ効いてるので全くストレスなくね履くことができるということですね。裾がねこう細くなってるので、そういう意味ではねすごくすっきり、見ていただけるんじゃないかなというふうに思っております。はい、デニムとこういうねレーザーブルゾンとかね、さっきとまあヤコブ公園と同じような感じなんですけど、イメージがねちょっとカジュアルっぽくなる感じがするかなっていうふうに思います。こういった感じですね。 T シャツにジャケットみたいなね、そうするとちょっとねエレガントなね感じになるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、これがね
リプレイのハイパーフレックスですね。まあデニムって何でもそうだと思うんですけど、最初に履いた時がねちょっときつめのものをね買ってもらった方が僕はいいと思うんですよね。で生地が伸びたりとかもしますから体が馴染むので、ちょっとねタイトめのものを履いていただいて体に馴染ませていく、育てていくみたいなね、そういうのが僕はいいんじゃないかなっていうふうに思います。次はね、同じようなこうストレッチのデニムなんですけど、イージーデニムですね。これ、まあ、うちのチャンネルではよく登場するレッドカードですね。レッドカードのデニム、これ特徴何かっていうと、まあ、これショアっていうモデルなんですけれども、ドローコードがついてシャーリングですねが入ってるので、ウエストにすごくリラックスできるということですね。ハイパーフレックスもすごくこうストレッチが効いて伸びがいいんですけれども、こちらのねレッドカードもこういった形でね、非常に伸びがいいんですね。加工感もしっかりありますし、他のねお値打ちなデニムもこういうね加工してあるデニムって結構たくさんあるんですけれども、まあ、僕たちが扱ってるデニムは加工にね本当に違和感がないんですよね。こういったポケット口のダメージだったり、なんかこのね膝裏のこう履いたね感じのシワや汚れ、加工、色落ちみたいなのもねすごく丁寧に作られてるんですよね。こういったこうちょっとねかかとのところが色落ちたりと、本当に履いていったらこういう風に進化していきますよねっていうのを実現できる、そういったね加工がやっぱり丁寧に施されているのが、まあ、僕たちが取り扱いしているデニムで非常に多いです。はい、ということで、じゃあこれもねちょっとレッドカード履いてみますね。はい、あのジャストレングスね、僕ねちょっとだけ短いんですけれども、ちょっと逆で靴下がね、見えるぐらいの感じなんですけれども、こういった感じでこれもまたねストレッチも効いて非常に、伸びがいいですね。こんなね、でやっぱりこちらもねショアはちょっとこの腰回りがねゆったりめなんですけど、膝から下がねシュッと落ちているので、やっぱりこれもねすっきり、こういったねジャケットにも非常にねよく合うと思うんですね。こういったねジャケットだけじゃなくて、もっとねカジュアルな着こなしもねできると思うんですよね。でこんな感じでね、ちょっとね同系色のニットですね。でちょっと下はねあの赤めの明るめの色入れてますけれども、こういった感じのねスニーカーとカジュアルな着こなし、これがね言ったらこうみんなが思うデニムのねイメージかもしれないですけれども、こういった着こなしもできます。ちょっときれいめのデニムなので、ちょっとだけねエレガントな雰囲気で着ていただけてるんじゃないかなというふうに思ったりします。こんな感じですね。続きましてね、アントレアミですね。もうこちらは本当にクラシックなイタリアンデニムっていうまあラインなんですけど、こちらねもうねあのショア同様ジャストレングス、ちょっと短めのねレングスで、こう腰のところ見てもらうとね、こう結構上がってるんで、ヒップアップしていて、結構ねお尻は筒に見込んでくれるけど、そんなに浅くなくね本当に適度なバランスで履いていただける、これガガっていうモデルなんですけど、このアントレアミのガガは何だったらねもうずっとこの形をしていまして、もそれ変わらないっていうことはやっぱりね評価も高いですし、ずっとこの形でね履いてもらえてるデニムじゃないかなっていうふうに思うんですよね。なのでこれもちょっと履いてみますね。こんな感じですね。これあのアントレアミで、これもねレングス見ていただくとそんなに長くないので、日本人だったらねちょうどジャストレングスでね履いていただけるんじゃないかなっていうふうに思ってます。このねアントレアミでちょっとね綺麗めの感じになっているので、ちょっとねトップスもちょっとこう綺麗な感じでね着こなした方がかっこいいかなっていうふうに思うので、こういったねカジュアルなのもいいんですけれども、こんな感じですね。ジャケットとカットソーのね組み合わせで結構ねこう綺麗めに着てるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、こんな感じの着こなしで、ちょっとねイタリアのクラシックなデニム、クラシックなスタイルなので、こういったねジャケットでもグレンチェックのね、これチルコロなんですけれども、クラシックなデザインのねものと合わせていただくと結構ねかっこいいんじゃないかなっていうふうに思います。で僕この冬ねこれおすすめしたいの、ちょっとモックネックですね。あのまあタートルネックもあるんですけれども、首元がねちょっとだけ上がってるモックネック、これね僕結構かっこいいんじゃないかなっていうふうに思ってるので、トップスのこうまたねトレンドの時でもお話しさせていただくんですけれども、こういった感じでね着こなしていただけたらちょっとかっこいいんじゃないかなというふうに思ってます。で最後はねうちのチャンネルではめちゃくちゃ登場してますし、僕が今日もね履いてて、ちょっとねヤコブ公園だけ今シーズンの新作がまだ入ってきてないので、ちょっとねキャリーの商品で紹介させてもらうんですけれども、ヤコブ公園のデニムですね。
イタリアデニムの、まあ、ある意味象徴的なデニムがヤコブ公園だっていうふうに思ってまして、ジャケットに合うドレスデニムっていうね、立ち位置でヤコブ公園は商品を展開していますし、まあね、こういったボタンフライ、これね、好き嫌いが正直あって、ジップフライにもできるモデルもあったりするんですが、僕はね、イタリアデニムのなんか、良き伝統じゃないですけど、アントニオ・アミもそうですし、ヤコブ・コーエもね、こういうボタンフライで、そして、こういったね、綺麗なラインですね。で、ヤコブ・コーエの場合も、こう、太もものね、お尻もね、ちょっとゆったりなんですね。で、やっぱり裾幅にかけて、ちょっと細身なんですけれども、アントニオ・アミや、まあ、リップレイに比べると、ちょっとだけ太いんですね。なので、履き心地もちょっとゆったりしてるんですけど、こういった形のね、ヤコブ公園、まあ、ドレスデニムって言われてるねデニムも僕はすごくいいんじゃないかなっていうふうに思っています。これヤコブ公園のね、今年からねモデル名変わるんですけど688ですね、まあ本当にこう安定感のある股上と、まあ裾にかけてもねこうシュッとしたラインで、まあ、僕はよくこのデニムね履いてたりする、ちょっと履いてるので、ね、実際こう先ほども最初から育ってるみたいな話をさせてもらったんですけれども、こういった形でねちょっとずつね色落ちしていったりとかね、そういう部分はね結構好きだったりします。実際ね履き込むとちゃんと破れますんで、まあ当たり前ですけど、こっからも色落ちして育ったりはねしていきます。確かに生デニムを全部育てるっていうよりは難しいかもしれないですけれども、こういった形でね、ちょっとずつ育っていくっていうのはね僕はあるんじゃないかなっていうふうに思ってます。最後ですね、こういった感じでヤコブ公園とシャツとタイドアップですね、ネクタイでジャケットみたいな感じですね。これまあよく自分がねこの YouTube でも紹介させてもらう、もしくはねお話しさせてもらう感じなんですけれども、結構ねこういった形で今までご紹介させてもらった、まあ、リープレイにしろこうアントニオ・アミにしろね、レッドカードにしろ、こういったねタイドアップの感じの着こなしっていうのも十分ねしていただけると思ってますので、ぜひね、挑戦してもらえたらいいかなと。デニムにシャツにタイドアップですね、まあ気分に合わせてね選んでいただければと思うんですし、以前もね動画でお話しさせてもらったんですけど、ネクタイをするだけでビジネスマンとしてちゃんと見られるっていうね、デニムがちょっとねガジュアルっぽいとは思うんですけど、ネクタイをすることでちゃんと見られる、これね僕は大事なね非常に要素じゃないかなというふうに思っておりますので、ぜひですね挑戦していただけたら嬉しいです。こういった感じでね今シーズンデニムやっぱり注目がねちょっと集まると思うんですよね。注目が集まる中でなぜデニムがいいのか、まあそれはね僕はこうストレッチのねすごく履きやすい柔らかいデニムがねたくさん出てきてからじゃないかっていうふうに思うんですけど、そういったねデニムのこう良さ、そしてねイタリアンデニムの良さ、こういったねジャケットタイドアップもいけるし、ブルゾン T シャツみたいな形も着こなせると、それにね似合うと思うので、そういったねこう幅広く着こなせるっていうデニムの良さ、これ合わせてね楽しんでいただけたら嬉しいです。ということですね、僕たちのチャンネルは毎日8時に更新しておりますので、ぜひねチャンネル登録やコメントをよろしくお願いします。またね概要欄に今日使ったアイテムなどね僕たちのお店のことも書いてありますので、見ていただけると嬉しいです。ではまた、バイバーイ。